近づく M さんという女性の話ある夜人の気配でふと目が覚めた真っ暗な部屋の隅に。 青い浴衣の女が立っている誰声をかけたらベッドの中で目が覚めた夢か安心して部屋の隅を見たすると 浴衣の女が立っている。誰目が覚めた。また夢部屋の隅を見た。女がいる。ただ見るたびにさっきより近いところに立っている。 これも夢よねそう声に出すとまた目が覚めた女の方をそっと見るともう部屋の真ん中に立っているこれも夢でしょ 大声を出して目が覚めると、女の姿はそこにはなかった。何なの時計を見ると、まだ真夜中だとわかった。改めて寝ようと、布団に入った。 もしもし私が非常勤講師をしている専門学校でのこと「先生」と学生の T 君に呼び止められた「ちょっと妙なことがありまして」 この、T、君は3日ほど前友達のマンションに遊びに行った会話が弾む中知らない声が聞こえてきた最初は自分たちに向けられたものではないと思って無視していたが数分たつとまた「もし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  同じことが四五回も続くとさすがに黙っていられない。おい、さっきから誰か、もしもし言ってないかと T 君が言うと、友達も、お、お前も聞こえるかこんなの初めてだよ。と震え上がっている。その声は壁の向こうからするようなのだが、 部屋の外は非常階段。そこに人がいたならもっと響くはずだというそれも大声を出したらの話だ窓を開けてみるが誰もいない「変だな」と二人で首をひねっているとまた声がした「もしもし?」 ももしもし。今度は部屋の中からだそう思うと怖くなってきた「一体誰だどこにいるんだ」と言っていると T く君の携帯電話が鳴った。 客信の番号が表示されていないさっきの妙な声のせいで出るのがなんだか怖いそう思っているうちに留守番モードに切り替わった「でね先生これ」と T 君は私の耳に携帯電話を近づけた。 この女なんです。この声。この喋り方。確かに、もしもしか細い女の声で、もしもし,もしもしを繰り返していた。もしもし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 。もしも ごめん。A さんたちがある湖畔にキャンプを張った。湖では友人の H さんたち三四人がボートを借りてきて遊んでいる。 記録係の S さんは DV カメラでキャンプ場やボートの H さんたちを撮影していた「おいお前料理当番だろ何してんだよ?と」と誰かが H さんに声をかけた「ああごめん俺行くわ」「お前ら遊んだらボート返しといてくれよ」と言い残すと H さんは着ていた T シャツを脱ぎ捨て、水泳パンツ姿になると、勢いよく湖面に飛び込んだ。食事時になった。H さんがいない。どうしたんだろう。ボートを返しに行ったんじゃないいや、あいつボートからそっちに泳いで行ったよ。 返しに行ったのは俺たちだぞ。ここに T シャツ持って帰ってる。じゃあ泳いで。それからは誰も見ていない。溺れたあいつ泳ぎに自信あるはずだぞ。それに飛び込んだのすぐそこだぞ。ともかくいないのは確かだ。みんなで探した。しかし見つからない。 警察を呼んで本格的に捜査した結局 H さんは固定から遺体で見つかったのであるそこはまるでボートから飛び込んでそのまままっすぐ沈んだような場所だった H さんの葬儀が行われた後 そうだビデオ撮ってたんだと S さんは思い出したみんなで集まってそのビデオを見たボートから手を振る H さんの姿があるこれがあいつの最後の姿か湖に飛び込む H さんおい今の。 と見ていた友人が叫ぶ。変なもん見えなかった。慌てて巻き戻した。そこ。湖面に飛び込もうとしているエイチさんが。ポーンとボートを蹴る。湖面に落ちようとするその水面から。ここにおいで。と言わんばかりに。二本の腕が。 空に向かって長く伸びているその両腕の間に落ちる H さん二本の腕はそのまま H さんの体とともに一瞬で水面から消えてカメラはすぐボートの友人たちを映している騒然となった しばらくして、誰かがぽつりと言った。水面から腕が出ているのに、頭も肩もないよな、どんな腕なんだろう。 いい波来たぜ A さんは一人でサーフィンに出かけたそこは全国からサーファーが集まる有名な場所だその夜のこと相部屋の座敷で何人ものサーファーが雑魚寝をしている中 A さんは廊下側の襖の下でうつらうつらと眠っていたすると背中の襖がすっと開いた「おいいい波来たぜ行こうよ」誰を誘っているのかわからないがその言葉を何度も繰り返す。 しつこいなこんな夜中に誰が行くんだよ、と思った。ところが、誰も返事をしないせいか、足元にいる自分に声をかけられている気になってきた。とはいえ、こっちも疲れていて、海に行く気にはなれない。いや、遠慮しとく。と返事をすると、男は黙って、襖を閉めた。 しばらくすると、またふすまが開いて。おい、いい波来たぜ。行こうよ。同じ男だ。いいって寝てるから。すると黙ったまま、男はふすまを閉めた。さらに遅くなってまたふすまが開いた。 いい波来たぜ。行こうよ。頭に来たうるさいなあ夜中だぞなんでいい波来たってわかるんだよさすがにこのしつこいやつがどんな男か見てやろうと起き上がりながら振り返った俺去年夏いい波来たぜ飲まれて しまった行こうよ廊下の天井の近くにその声を聞いた静かで小さい声だった 5枚の連続写真 M さんのご主人は水中写真を撮っていたフィルムが残り少なくなった時おかんが走った ななんとなく、自分の後ろに片腕だけがうねりながら泳いでいるそう思った思い切って振り返ったがやはりただの珊瑚礁しかないなんだと残りをすべて取り切った。 うちに帰って、二人で写真を整理していた。あなた、これ何この五枚何を撮ったの五枚ああ、それ。特に何も狙ってないから、変だろその変じゃなくて、ほら。M さんが見せた写真に、 ご主人はぎょっとした。なんだこれ。カメラの前には何もなかったぞ。これじゃまるで潜水艦の窓越しのような写真じゃないか。 指だ物体として水中にあるというより浮き出ているという感じだちゃんと爪もある気のせいかピンクのマニキュアをした女性の指にも見える。 それが主人の撮った最後の写真なんです M さんのご主人はこれ以後行方不明になっている 見たな T さんが私鉄電車に乗った時の話運よく座れたのでついうとうとしていたドアの開く音ではっと目が覚めた そこへ空いていた車両にどんどん人が乗り込んでくる座り直した時に前の人の足と足の間から真向かいの座席の下が見え隠れしているあれ席が二人分ほど空いているのか足が見えない なんでみんな座らないんだろう車両が揺れて人の密集が動いたときに空いている座席の隣にいる女が目に飛び込んできたなんと体を空席の宙に斜めに倒したまま寝ているまるで 隣に誰かいてその肩にでも支えてもらっているという体制だこれは舞台でやるような技術を見ているんだろうか自分の驚きの視線に感づいたのか瞬間女性の開いた目がこっちを見ている見たな そう瞳が怒っているようで体中が凍りついた瞬きができない目線を外すと何か良くないことが起こると直感が言うどうしよう。 やがて電車が駅のホームに入った停車する直前でガクンと揺れたその振動で斜めの女がバタンと座席に倒れた目線が外れたその女は 何の力も支えもなく勝手に起き上がるとさっと立ち上がりそのまま降りていった人間かあれ一人が席を立っただけなのにその前に立っていた三人の乗客が何事もなく席に座った

A さんは高校生になって自転車通学をしていたある日下校の途中で中学時代に同級生だった M 君と久々に会った絶えもない挨拶をしていると M 君は急に笑顔を曇らせた「実はさずっと前からお前に相談したいことがあったんだけど」 今まで言えなかったことがあるんだ笑わないで聞いてくれ俺んとこお化けが出るんだだけどそれ本当のお化けなのか精神的夢みたいな勘違いなのか俺だけだったらわからないんだだからお前に来てもらって判断してほしいと思ってさ 精神的なものだったら、そう言ってくれたら安心するし、本物だったら、どうしたらいいか考えないとな。と、とんでもない話を打ち明けられた。実のところ、M 君とは同級生ではあったが、そんなに親しくはなかった。それどころか、まともに話をしたこともない。けれども、 家にお化けが出る「本当かな?」と興味は湧いたそんなことは雑誌やテレビの世界だけだと思っていた「よし行くよ」と返事をした土曜日の夕方 M 君の家に行った。 郊外にある一戸建て。ご両親に温かく迎えられ、お母さんのすごく手の込んだ夕食をごちそうになった。お風呂にも入れてもらった。両親から別にその幽霊だかお化けに関する話は出なかったし、この明るい家族のいる家にそんな深刻なものが出るような気がしない。 心の中では遊びに来て欲しかっただけで別にそんなものはいないと思ったそれじゃあそろそろ俺の部屋へ行こうか M 君に促されて2階へ上がった3部屋あるその一つが M 君の部屋だというしかし M 君は 俺の部屋、ものすごく散らかってるから、こっちの部屋で寝てるんだ。今夜はここで一緒に寝よ。と部屋に入った。襖を開けると、きれいな和室の床の間。ご両親が敷いていてくれたらしく、二つの布団が並べてある。廊下に近い布団にエムが、 床の間に近い布団に K さんが入ったしばらく話をしていたが M 君は相変わらずポツポツとしか話さないしそれほど親しくもないので話題もなかったすぐにもう寝ようということになった K さんが電気を消そうとした時だったいや 電気は消さないでくれ。と M 君は止める。それで仕方なく電気をこうこうとつけたまま寝た。明るすぎて眠れない。やっと K さんがまどろみかけた時だ。ふとある気配に全身鳥肌が立った。直感が目を開けるな。 それを見るなというすぐ横に人がいるのがはっきりわかるそれも二人一瞬 M のご両親かと思っただがおかしいそれなら廊下の襖が開くはずだ この人の気配はいきなりそこに降ったように来た。その時だ。出た、出た、出た怯えて震えたエムの声。何度も繰り返している。その声を聞いたかのように、紙やすりで畳をするような足音が二つしだした。 気配だけじゃないいる人がいるやっぱり二人歩いてる変な吊り音が K さんの布団の周りをゆっくり歩いている掛け布団をそっと頭まで引っ張るとその中で。 ガタガタと震え出した足音は K さんの布団の周りを一周して M の布団の方に向いたのが分かった出た出た出た M の言葉が変わった来た来た来たそれを聞いてはっとした こいつは俺みたいに気配じゃなくて最初に出た時から見てたんだ何を見てるんだろうかこの時少しだけ好奇心が湧いた頭までかぶった布団の横に隙間を開けてゆっくり目を開けてみた 高校とした蛍光灯の明かりの中を歩く大人の足が四つはっきり見えるその足が白っぽいというより軽石みたいな灰色だそれよりこれ皮膚なのか 人間の信じられない気持ちが思わず布団の隙間を少し広げた思わず叫びそうになった「こいつら体が割れている」。 M の救いの叫びが延々と部屋中に響く K さんは歩き回る二人に気づかれないようにそっと布団の隙間を閉じ目をつむってただブルブル震えたすまんム、ま。すまんすまん許してくれ俺には何もできないすまんム。許してくれ頼む頼むすまん 頼む助けて助けて助け M の声が突然大絶叫に変わったしんと急に静まり返った同時に音も気配もどこかへ行った バッと掛け布団を払いのけて、M を見た。M?M? M? おい、M! 仰向けに寝ている M の目は、天井の一点を見つめたまま、瞬き一つしない。そして口は、あわあわあわと、閉じたり開いたりするだけで、声も発しない。大変なことになった。 K さんはやっと我に帰った。おじさん、おばさん、来てくださいどうしたとすぐにご両親が入ってきた。お母さんは M を抱えておろおろしている。お父さんの方に事情を話した。K 君、すぐタクシー呼んであげる。今夜はもう帰りなさい。母さん、おい、いいから救急車だ。急げ、早く その夜、そのままタクシーで帰った車の中で気が付いた自分が大声を出した時向かいの部屋から M のお父さんお母さんはすぐにやってきたのになんでその前から M もそれに負けないほどの大声で「助けてくれ」を連発して「 最後は絶叫したのになんで入ってこなかったんだろう聞こえなかったのだろうかその夜以来 M がどうなったのかはわからない 婚約者私の家の隣に M さんという少し年上の女性が住んでいたその M さんに婚約者ができたスーツ姿になぜかいつもハンチング帽をかぶる彼が お隣を訪ねていくのをよく見かけた M さんとその婚約者が仲良く出かけていく姿もよく見かけたある夜私の家のお風呂が故障したので母と姉と一緒に銭湯に行った その帰りのこと。M さんの家の玄関前に、いつものハンチング帽をかぶった彼が立っている。後で考えると、玄関前には街灯があって明るいのに、彼だけは影の中にいるように黒い。一旦その前を通り過ぎたが、ずっと 立ったまま動かないので、不思議に思ってお姉さんと一緒に戻って、あのー、と声をかけようとした。すると、彼はそのまま玄関の中へ入っていくように、ドアの中にスーッと消えた。 大変なものを見たすぐ M さんの玄関のチャイムを鳴らした中からハンカチを当てて目を真っ赤に腫らした M さんが出てきた思わず「どうしました?」と聞くとたった今 彼が交通事故で亡くなったって。電話が。電話が。と、涙をボロボロと流している。あの、彼、つい今仕方まで、ここに立ってましたよ。と話した。すると M さんは、 倒れ込みながら声を上げて泣き出した「来てくれた」何度も何度も何度も繰り返した姉と二人で M さんを支えるようにして、一緒に涙を流し続けた。それは、もう十年も前のことだが、M さんは、今も独身。きっとまだあの人のことが、忘れられないでいるのよ。と、今も時々、 姉と話すことがある社長室 K さんは会社で残業をしていた司会の端に女の手が入った仕事をしている机の上にそっと指先を揃えて乗せている隣の業務室でも 女性社員が残業することがあるのでたまたま通りかかって後ろに立ち止まったその女性の手だと思っただから残業のたびに目にしていたのだが終電の時間もあるので気にしたことなど一度もなかったところがあるようコーヒーカップを取ろうとしてその手を偶然つかんだ 女性の手の感触だ。あ、すみません。と、握ったその手を追うように、後ろを見ると。ああと、その手を離した瞬間、長い腕のすべてが消えた。しばらく、手が消えた社長室の暗闇を見ていた。 手にはまだ温かく柔らかい感触が残っている慌てて外に飛び出してタクシーで帰ったあれから仕事を工夫して何日かをやり過ごしたがまた残業をせざるをえなくなった気分転換をすることにしてまずはコーヒーでもと給湯室へ行こうとした 振り返ると、社長室のドアが少し開いている。中は真っ暗。いつもは閉まっているのに。給湯室でコーヒーを入れて戻ろうとしたら、今度はドアが全開になっている。見る気もなかったのに、その闇の中に、 誰かが立っているのを見てしまった誰あの女の手だこの日、逃げ帰ってからというものを会社で残業するくらいなら家でやろうと 仕事を持ち帰るようになった忘年会の二次会久しぶりに社長と飲んだその時社長室にいた女の話をした「何バカなこと言ってんだそんなことないない」と一蹴された。 ところが帰りには、社長がイさんに小声で「あのな今度その女が来たらここは君のいるところじゃないと言ってもらえないだろうか」と耳打ちされたその女性と社長との間には何かあるのだろうか 死に待ち。Y くんが17歳の時の話。ある日、学校から帰ると家には誰もいなかった。仕方なく今でテレビを見ていると母親が戻ってきた。話があるから。 ちょっと座りなさい。その顔から血の気が引いている。母親もワイ君の前に正座した。お前が二十歳になったら私、死ぬからね。その後はしっかり生きていくのよ。なんだよ、いきなり。 今ね、おばあちゃんのお墓参りの帰りに、車を走らせていたら、誰もいないはずの後ろのシートに、顔まで黒い人が座っていったの。お前はこの先で事故で死ぬ。だから迎えに来たんだ。どうしてもお前を連れて行くからな。覚悟はいいか 言うの誰あなた何言ってるの息子が成人するまでは死ぬわけにはいかないと言ったらその黒い人はこう言い残して消えたのお前の息子が二十歳になったらもう一度迎えに来る いい。お母さん、お前が二十歳になったら死ぬかもしれない。神妙な顔でそんなことを言われた。今年の秋、ワイ君は二十歳になる。 up. ひろちゃん安いのはいいけどちょっとボロすぎない何言ってんのよ姉ちゃんさっきからどこ行ってもダメダメって東京のど真ん中でわがまま言い過ぎう、えーじゃあ姉ちゃんもっと引っ越し予算出せる出せないほーらだから私が苦労してるんじゃない 予算はいなかなかですよしよし次行こう。 姉ちゃん、手分けしてみちゃおう。